博士太郎は日本のバイオリニスト、ミュージシャンである。本名は高田太郎。旧姓は博士。大阪府水田市生まれ。2017年現在はロンドン在住。身長178センチメートル。代表作は情熱大陸。ハッツマネージメント所属。レーベルは自身が音楽監督を務めるハッツアンリミテッド。妻は タレントの高田真由子。作曲家の高井達夫とは、遠い親戚にあたる。京都市立堀川高等学校音楽科卒業、東京芸術大学音楽学部企画、学科バイオリン専攻中と大学、4歳からバイオリンを習い始める。本人曰く、1学年10クラスもあった、千里ニュータウンの団地っ子だったことや、当時その団地の同級生の多くが習い事を始めており、 習い事ブームだったこともあって、自身も毎週金曜日に近所の公民館で練習していた。10歳で教室に通い始め技術を磨き、中学2年の時西日本コンクールで2位となった。東京芸術大学入学後、学生で結成されたクライズラーカンパニーの中心人物として音楽界に登場。クラシックやポップスといったジャンルの垣根を越えて人気を博すが、 1996年に解散。アートリン税プロデュースによる私でソロデビューを果たす。1996年から3年にわたってセリーヌ・デオンのワールドツアーに参加。1999年、タレントの高田真由子と結婚し、高田聖に改正。現在二児の父。2004年、中島美香の楽曲、おぼろ月を祈りをプロデュースし、 第55回 NHK 紅白歌合戦に中島の伴奏で出演した。2006年4月には関西テレビの報道番組 FNN スーパーニュースアンカーのテーマ曲ビヨンドザサンセットを石坂義彦と共に手掛ける。2006年、四方明子のセカンドアルバムラカに一曲参加。2007年3月、ゆずとコラボで春風三日曜、カセタロ発売。 2010年9月から放送の NHK の連続テレビ小説、鉄板のテーマ曲と劇中音楽を手掛けた。テーマ曲、ひまわりは子供の頃、父親が岡山県出身のため何度も訪れて遊んだ瀬戸内海をイメージして制作したものだという。ハカセンスという名前をもじったセンスがあり、ハカセンスを使ったダンスをコンサートに取り入れている。ハカセンベイ。 靴下博士太郎などのアイテムもある。サッカー好きで FA プレミアリーグの中ではアーセナル FC のファンである。京都市立京都、堀川音楽高等学校芸術顧問。大の釣り好きでも知られており、最近では九州地方を拠点としている YouTuber のグループで一般人の釣り岡で賞のフォロワーで自らオファーを出した後に釣り岡に出演した。 沖縄を拠点として活動している YouTuber、ハイサイ探偵団の動画にも出演している。2014年より京都府によって行われている観光キャンペーン。もう一つの京都移行のため組曲もう一つの京都を作曲した。他イメージシリーズに多くの曲が収録されている。ありがとうございます。